はい、こんにちは、徳仙です。以前テノールシェアさんの白黒写真をカラー化するツール、そういうのをご紹介したんですが、今回は同じテノールシェアさんのファイル復元ソフト 4DDIG の Windows 版、こちらをご紹介いたします。お得な特典もありますので、ぜひ最後までご覧ください。ではこのソフト、どんな時に使うのかと言いますと、皆さんもご経験あると思うんですが、スマホやデジカメなどそういうので撮影したデータ、間違って消しちゃったことってありませんか？または転送の時にね、エラーになってデータが消えちゃったなんてこと、気づいた時にはすでに遅し。でもね、そんな時も慌てないでください。ここで役立つのがこの 4DDIG。 これを使えばゴミ箱から消去したファイル、そういうのでもね、復旧可能になります。では早速使ってみましょうか。ではまずアプリケーションのダウンロードをしてみましょう。こちらに無料ダウンロードっていうところがありますので、こちらをクリックします。そうしますとダウンロード先を聞いてきますので、こちらをダウンロードします。ダウンロードしたExeファイル、こちらをダブルクリックします。そうしますとこういう画面が出ますので、このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか、こちらははいの方をクリックします。そうしますとインストールの画面になりますので、インストールをクリックします。はい、インストールが完了しました。じゃあすぐ利用をクリックしましょう。ブラウザが起動してインストールが完了しました。こういう画面になります。じゃあこちらを一回終了しましょう。そうしますとこういう画面になりますね。まあ説明が最初に現れます。データを失ったドライブを選択し、スキャンをクリックして復元を開始します。次にデータを紛失した SD カードまた USB ドライブを選択し、スキャンをクリックして復元を開始します。次、 PC が起動しないとき、データ復元のために起動可能なドライブを作成します。あ、そういうのもあるんですね。クラッシュ PC の復元、はい、次、高度な動画復元、すべての動画断片、失われたもの、既存のものを含むをスキャンし、同時に破損したビデオを修復復元し、ワンストップのビデオソリューションを提供します。はい、次、写真修復、破損または一部欠落した写真を AI で修正修復できます。ほう、最近はやっぱみんな AI 使いますよね。はい、次、動画修復、破損または再生不可能な動画を安全かつ簡単に修正修復できます。はい、次、今ので大体の説明終わりですね。では無料版ではね、多分できることを限られてると思うんですよ。完全に普及したい場合は有料版をお使いください。じゃあ有料版の場合はね、ここにメールアドレスと登録コード、この2つを入力すれば OK です。じゃあ私の場合はね、ご提供いただいたのでちゃんとコードがありますから、それで登録してみましょう。はい。はい、登録が完了しました。こういう画面になります。これはブラウザですんで、こちらも閉じておきましょう。で、正常に登録しました。登録済みアカウント情報、メールアドレスと有効期限。今回は1台のパソコン用の登録ですので、1PC となってます。じゃあこれで OK です。はい、この状態で完全に使える状態になりましたね。それではですね、USB メモリーの復旧をやってみましょうか。それじゃあね、この何のデータが入ってたかわかんないんですが、32GB の SD カード、こいつが出てきましたんで、これをチェックしてみましょう。じゃあ、ほい。ちなみにこちらのカード、中身はフォーマットされて空っぽの状態です。こういう状態のものをスキャンしてみます。じゃあ、こちらで SD カード。SD カードが接続されてない、こういう画面が出ましたので、ここにリフレッシュっていうボタンがあります。こちらをクリックしてみましょう。はい、出てきました。ジェネリックマスストレージクラス 30.23GB。 じゃあこちらこういう風に出てきましたので、スキャンをクリックしてみましょうか。こういう状態になりますので、
多分ね、これ写真だと思うんですよね。あれ、これは、あ、なるほど、これはこうですね。スキャンしたいやつを青くしときゃいいんですね。これ全部消しちゃうとスキャンできませんので、写真とビデオ、この辺をスキャンしたいと思います。じゃあ選択したファイルタイプをスキャン、こちらをクリックします。はい、これでしばらく時間はかかると思います。このまま待ってみましょう。はい、スキャン完了しました。それでは続く、こちらをクリックしましょう。で、もうこちらにね、出てますね。まあ、こういう感じでプレビューされてるものはちゃんと復旧できるんだと思います。中にはね、表示がされてないものもあります。多分これは復旧できないのかな。じゃあこれを選択して復元してみましょうか。こんなのと、これは、あー、綱島の工事現場だな。じゃあこの辺の AI って書いてあるやつ、これどんなんだかわかんないんですけど、うん、できるやつとできないやつありますね。じゃあこれで復元してみましょう。で、復元する場所なんですが、同じ場所には復元できませんので、じゃあここの中に新しいフォルダを作りましょう。復元、復元、はい、じゃあこのフォルダの中に復元してみましょう。はい、復元が完了しました。あ、こういうふうに全てのファイルっていう感じのフォルダができるんですね。あ、全部復元できましたね。で、今こういうプレビューされてないやつも復元してみたんですが、このファイル名は4234-0224-0224、どれだ、これか。もうこれもちゃんと復元できてるみたいですね。あ、できてますね。ということは全部復元できちゃってんじゃないの、これ。もう素晴らしいね。うん、これはそうですね、 2,3 年前にとあるバンドのプロモーションビデオを作った時のインサートビデオですね、これは。そうですね、まあ、ちゃんと復元できてますね。で、ファイル名もね、同じファイル名になってます。素晴らしいな。普通ね、ファイル名って変わっちゃうんですよ、こういう復元ソフトで復元すると。じゃあこの3つを復元してみましょうか。はい、復元で、ここに AI って書いてあるのが何でしょうね。 AI で復元したって感じなんですかね。 AI って書いてあるのと書いてないのがあります。ああ、できてますね。あ、プレビューされなくてもちゃんと復元できてるんですね。はいはい、うん、これは新綱島駅の作ってるところの撮影やったんですが、それのですね。お見事、素晴らしいです。とりあえず結構ね、全部やっちゃうと時間かかるんで、目星のだけ今復元してみたんですが、かなりの復元率だと思います。で、言い忘れましたが、先ほどの 32GB の SD カード、これのディープスキャンがだいたい50分ぐらい、多分ね、転送速度にもよると思います。今回使ってるカードですね、そんなに転送速度は速いものじゃないので、最新の転送スピードが速いやつだったらもう少し早い時間でスキャン完了するんだと思います。お、まあなかなか素晴らしい。じゃあこれで一回トップページに戻ります。じゃあ今回こちら多分一緒なんでやりませんけども、もうこれ私初めて使ったソフトなんですけども、目で見た感じでどれをどうやればいいんだっていうのがね、簡単にわかります。初めて使ってこれだけできるんですから、パソコン触ったことがある方だったらほとんどの方が簡単に使えるんじゃないかと思います。
というわけで今回はテノールシェアさんの 4D リングをご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。使い方もね、ページがちゃんとありますので、そちらを見れば誰でもわかると思います。こんな感じでね、まあ YouTube のビデオもあるんですね。詳しい情報は概要欄にも書いておきますので参照してみてください。また現在ね、春特セールっていうのも開催しておりまして、 20% オフになってますので、ぜひ今のうちにご購入されてはいかがかなと思います。そしてこの動画を見ていただいた方限定で 30% オフのクーポンコードがございます。概要欄に書いておきますので、ぜひご利用してみてください。こういうアプリケーションってね、持ってて損はないと思いますので、いざという時のために持っていると便利だと思います。ぜひこの機会にご利用してみてください。それではちょっと長くなりましたが、これにて終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。